はい、それではですね、令和元年度土地価格調査士試験、筆記のですね、合格発表ありましたので、まあ、この後口述試験が あるわけなんですけども、まあ、アラルトではですね、口述対策もやっていきたいと思います。まあ、それは最後の方で、お知らせいたします。まあ、ひとまずですね、口述試験はあるものの、まあ、実質的なですね、合格発表に近い形になります。調査士の場合は。ですので、まずはですね、試験を受けた全ての皆様、ね、本当にお疲れ様でした。それとですね、合格された方は、努力が報われましたね。本当に、心から、おめでとうございます。そして、多くのですね、ちょっと今年ですね、残念だったという方いらっしゃいますけども、しっかりですね、この分析を通して何が必要なのかと、何がですね、合格者と違うところなのかというところを、まあ、改めてですね、見直していただいて、次にですね、ぜひつなげていただければなと思います。はい、それでは、始めていきましょう。まずですね、最初に択一式、もうこれはもう出ているものだったんですけれども、択一式の基準点が 32.5 点と、いうことで、まあ、非常にですね、まあ、13問、近年の傾向から言うと、まあ、ちょっと下の部分だったわけですね。で、これ、どういうことなのかというと、これ単純に問題が難しかったというふうに整理しています。というのもですね、結構土地価格調査試験、学問だけやっててもね、受からないよとは言うんですが、それでもですね、学問をしっかりやっていれば、今まではですね、もう満点近く取れるような出題だったんですね。ですけども、まあ、30とそして今回の令和元年ということで、どん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 ですね、そういう傾向から離れていって、本質的な理解が必要な、まあ、すごくいい問題ですよ、言ってみれば。そういう問題がですね、多く出題されるようになっていたので、全体的にですね、こう下がるわけですね。さて、それで今回のですね、記述式の基準点なんですけども、こちら 33.0 点ということになります。非常にですね、問題の難易度からすると低い基準点になっています。これ何なの、なんでこんな低くなっているのかというと、ね、決して難しかったというわけではなくて、このグラフから見ても分かる通りですね、まあ、知的構成分泌と区分の巨大ですから、非常にオーソドックスな問題だったわけですね。まあ、ちょっと後で細かく見ていきますけれども、まあ、そういった中で言うと、結構得点がこの上のですね、黄色いゾーンのところに固まったということになります。はい。で、ちょっと過去との比較を見ていきましょう。ちょっとね、文字が小さくて、あとでまあブログの方で図を載っけますので、ちょっとまあ見ていただきたいなと思いますが、このようにですね、なっています。まあ、択一の方は例年通り、記述式が採点される2000人、そこのラインで一応基準点が切られると。で、その後ですね、記述式となるんですけども、一番下から2つ目ですね、上から2つ目。見てもらうと分かる通り、記述式が敗因となって不合格になってしまったという方が1352名いらっしゃると。なので、まあこれ少ないんですよね、この数。去年は1500人ですからね。ということで、なんでこの差が出たのかと、ね、200違いますから。ここなんで差が出たのかというと、上乗せ点。上乗せ点が非常に重要だった、まあ、それは例年も変わらないんですが、でその上乗せ点を取るのが難しいんですね、今年は。択一試験は難しいこともあって、択一でいかに点を取るかというのが、まあ中山はね、ずっと言ってることなんですけども、択一式でいかにこう点を取るのが重要なのかっていうのを、まあ、再認識したということになります。ではちょっとヒートマップというかですね、得点のその得点別の人数で見ていきましょう。まあ、3年に1回ある難しい年ということで、今年の令和元年があったわけです。でこの後ですね、ちょっと飛ばすと、記述式のヒートマップが出るんですけども、まあ、これ見てもらうと分かる通り、まあこれ本当にうまくできていて、択一と記述でちょうどですね、
逆になるような形になっています。ところが今回で言うと、択一はこのようにね、下に下がっていて、でさっきの説明ですよ、記述は上に上がっていると、こう逆になるわけですね。で、これで言うと、今回はですね、平均点が29.8点で、基準点が32.5点だったと。ちょっと難易度が難しいというところで見ていくんですけれども、普通このね、一番右にある過去問のままなら知っていれば、理解していればというところありますけれども、通常だったら知っていればというところが、19問、ないし20問いくんですね。ところが、今年令和元年は16問だったと。去年は19問です。で、今年は16問だったと。で、この傾向はこれ続きますね。今年はなんか3年に1回難しい年ということですが、この傾向が続くと思って学習した方が良いです。つまり知っているだけでは、要は過去問が全部ね、もう何回も何回も回して、全部もう解けるよとね、5足全部解けますよというだけでは、ちょっと合格が難しいです。本当に必要なのは一番下の理解していればというところ。確かに今回問い19みたいな時間をかけるのが難しいと、そういうですね、問題がありますけれども、それでも時間かければできるし、時間なんていうのは、記述式がどん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 ね、かける時間が短くなってきている分、択一式に時間かけられるようになっているので、ここは時間をかけてもいい。で、その他のですね、6とか13とか20とかみたいなんですね、過去問をただね、全部解けると、100%ね、20問や、年度別で20問やって20問正解できるよっていうだけじゃ取れないものが、今回4問ぐらいね、19は時間をかける必要があるんだけれども、あるわけで、そこを取る、これが、上乗せ点で他の人よりも上に行くというところになるわけです。特に記述式がですね、団子になるわけですから、いかに上乗せ点択一で取るかというところで、そこが過去問だけでは難しくなっていて、理解していればですね、今回やったら20問間違いなく取れるんですけれども、ここをいかにこうね、問題を理解するか、論点を理解していくのかというのが重要になってくるということになります。これさっきの記述式ですね。記述式は平均点が27.5点でした。下から3番目に書いてありますけども、上乗せ点が今回は11.0点必要と。合格点は76.5点ということで、おおむね、ちょっとね、予想よりも結構低かったのは事実なんですけれども、それでもですね、十分常識の範囲内の点数に落ち着いているということになります。で、今回記述式の難易度なんですが、さっきからも言ってますけども、地積構成分泌投記、これは問い21で、問い22が区分建物の表題投記ということで、非常にオーソドックスな問題が出たと。なので、実態のですね、把握ができれば申請書は書けると。両方とも共通して第2欄ね、これ難しいです。第2欄が非常に難しくて、完璧にですね、書くというのはこれはもうね、できなくて当然。その別にその択一の方でね、点数取ればいいので、第2欄は非常に難しいですが、全体としては普通のレベルということになります。土地でも地目変更をね、申請したり、とか、あとは特に問い22の方ですね、建物の方で問題文の量につまずかなかったり、すれば、要は普通にですね、学習して普通に、試験に挑めば、記述式はもうこれはね、できるものだと。で、今後もそういうレベルの問題が出題されるというふうに考えてよいです。実際地目変更をね、申請したら、ダメだよみたいに書いてあるんだけれども、地目変更しても合格してる人っていうのは、もうね、私の耳に入っていますので、そうじゃないんですよね。やっぱり、当然ね、ないに越したことないんだけれども、やっぱり択一式、やっぱり記述っていうのは、そういうふうにね、場合によって、ちょっとギャンブル的な要素もあって、なかなか点が安定しないので、それだったら安定して択一式で高得点を取っていこうという狙いになってきます。
で、特にね、計算作図に、やっぱり都市学習試験は特徴的なので、こちらにね、学習注力しちゃう人っていうのが、まあ、一定数いるわけですね。500枚ですね、申請書作図しないと合格しないとか。それはね、ちょっとね、特に最近の傾向、トレンドからすると、若干どうなのかなというところを感じます。というのは何かと、言いますと、まあ、結局、計算して、作図した。まあ、決して軽視するわけじゃないですよ。非常に大事な部分なんですけれども、まあ、それでやってできるものって、まあ、図面じゃないですか。図面は、まあ、大事なんだけれども、まあ、添付情報の一つですよね。それよりは、前提となるですね、申請書。まあ、目的とか申請人とかですね。あるいは、登記簿がどうなるのかという、そういったね、実態の把握。これが、まあ、何よりも、重要だということになります。まあ、これは過去問を、ね、昔からやってる人だったらもう実感するんじゃないですかね。10年から20年ぐらいっていうのは特に土地、計算とかが非常にまあ難しいですよね。でもそれは近年のトレンドからは外れます。それよりもしっかりですね、実態把握すれば、まあ、基準点はもう余裕で超えると。で、もう皆さんそのぐらいのレベルになっていると、ね、受験生全体が。なので、じゃあ実態把握ってどうすればいいのかって言ったら、もうそれは知識ですよ。で、知識というのは、記述式で使うね、知識というのは、もう択一知識の一部で、しかも、もうかなりコアな、中心寄りの知識になります。なので、やっぱりこう択一が何よりも大事。で、記述っていうのはそのね、択一で得た知識を形にする。その形にするっていう、まあ、学習をね、していけばいいので、択一というのは非常に、まあ、ある意味難しいんですけれども、非常に重要だということになります。ということで、択一知識をですね、まあ、とにかく上げるというのが、まあ、近年の、まあ、傾向から見て、次のですね、令和2年度合格に必要な一番の力、ということになります。で、択一知識をとにかく上げるというのは、これはね、言うが易し、難しいんですよ。というのもさっき言ったんですけれども、過去問をですね、繰り返し繰り返しやって、もう全部できちゃったと。いう方、その方は、択一知識がね、あるとは、まあ、一概には言えないわけです。何回も何回もやって、まあ、覚えちゃうっていうケースがあるんですよね。まあ、ちょっと実はですね、中山のブログが、あるんですけれども、今、ワイブでちょっと一部隠れてますけども、まあ、ここで多くのですね、成功と失敗の末に導かれた調査実験の極意という記事を、書かさせていただきましたけれども、その中にですね、この木の図が出ています。木の図、これが一番伝えたい部分ですね。というのは何かというと、過去問を全部ね、できるようになった。で、これがね、調査試験に合格するかっていうと、そうとは限らないわけです。っていうのも何かっていうと、過去問で出てるっていうのは、もう問題になるようなですね、まあ、論点ですよ、論点。木でいう枝葉の部分です。過去問って書いてありますね。で、この枝葉だけ覚えてしまっても、大事なね、その不動産東京の幹という部分、ここはね、なかなかね、追いつかないわけです。枝葉だけ見ていても、肝心の幹が見えないと。でも、枝葉からね、その統一ルールみたいな、まあ、ブログで同じ記事書いてますけども、そこからこう幹をですね、まあ、自分の中でルールを見つける。そうしたらね、これめちゃくちゃ強いわけです。幹を自分で一回でもこうね、見ちゃったら、そのルールっていうのはもう全部の論点に共通するものなので、知らないね、不必要な論点でも切れるわけですよ。ね、成功が判断できるようになります。それがね、まさにこのいわゆる理解しているという部分、これがどうしても合格には必要になってくると。
で、令和2年度合格にも最も必要な知識ということになります。まあ、具体的な例とか、じゃあ一体ですね、どうすればその力が身につくのかというのは、まあ、このブログを見ていただければなと思います。はい。ということで、まあ、分析だったわけなんですけれども、うん。まあ、本当にですね、非常にお疲れ様でございました。うん、まあ、こういったですね、何がね、合格のために必要なのかっていうのは、もう分かっておりますので、アガルートのですね、入門総合カリキュラムをはじめとする各種講義ではですね、その本当に合格に必要な部分、まあ、幹の見方ですね、まあ、テキストを使用請求していただくとサンプルテキストが届くんですけれども、まあ、ぜひそれを見ていただければですね、一目瞭然かと思うんですが、枝葉の知識を単純に羅列して、ね、全部覚えろという方法ではなくて、その枝葉を導くための幹の部分、論点が見えるようなですね、そういった構成にしています。なので過去問を、ね、繰り返しやるではなくて、過去問をやりながら、まあ、幹を見る練習をしていく、うん、まあ、定期カウンセリングとかございますので、そういった学習のフォローも、学習方法なんていうのもね、アガルートは売りにしておりますので、ぜひそのあたりをですね、資料請求していただくと、まあ、実感できるかなと思いますので、ぜひですね、やっていただければなと思います。あと、合格した方はですね、次、今度口述試験と、ね、いうものがあります。で、アガルートでも口述試験の対策を行います。詳しくはですね、この後、このアガルートのホームページにお知らせがあることになりますけれども、アガルートの口述試験は、まあ、ちょっとね、通信とか遠方の方もいらっしゃいますので、電話で受け付けたいと思います。電話で、こう実際に、まあ、私がやりますんで、うん、口述のような、口述の過去問とかを使ってですね、実際に受け答えの練習をするというのをやりますので、うん、まあ、ちょっとその時にですね、まあ、合格したよということも教えていただければなと思いますんですけども、ね、そういったことも予定しております。うん、ということで、ですね、令和元年度アガルート調査士の受講生、そして、全てのですね、調査試験を受験された受験生の皆様、うん、これは本当に皆様大変お疲れ様でした。以上になります。ありがとうございました。